はい、これからアコーベッドスクラバーのテスト区の使い方を説明していきたいと思います。今回はこちらのダブルスクラバーのテスト区を使って説明していきます。まず最初に電源をつないでください。次にマノメーターに水を入れていきたいと思います。マノメーターのホースがこうやって2本あるんですけど、どっちでもいいので1本抜いてください。で、抜くときにこの白い部分ですね、この白い部分を指で下に押しながらホースを上に引っ張ってあげるとスポッと抜けます。で、付属のスポイトを使って水を入れていきます。今回はマノメーターの数値が読みやすいように色をつけた水を入れてます。実際には普通の水を使ってもらって全然いいと思います。ゼロまで入れていきます。ゼロの、近くになったらもう少しずつ入れていきます。この辺はもう職人技ですね。ゼロぴったりいきました。ゼロまで入りましたのでホースを元に戻してください。はい、これでマノメーターの水張り完了です。はい、次にスクラバーに水を入れていきたいと思います。水を入れていく前にこちらのバルブが閉じていることを確認してください。そしてこちらのバルブは開けといてください。スクラバーの水張りはここから水が出てくるのを確認するまで行います。はい、では早速水を入れていきたいと思います。はい、だんだん水が入ってきました。そろそろオーバーフローの方に水が流れていくと思います。で、ここから水が出てくるまで待ちます。はい、水が流れてきたんで一回ちょっと給水を止めたいと思います。はい、一応ね、この基準水面まで水が止まりました。で、スクラバーをこの状態で運転したときに、こっち側の水ですね、今ここまで水入ってますけど、空気がここから入ってきますので、この水、ぐーっと下まで下がっていきます。で、この下がっていった分、こっち側の水がぐっと上がります。こうぐって上がったら、全部その上がった分、オーバーフローの方から水が流れていっちゃいますね。結構流れます。かなり流れますので、大きめの容器用意していただいた方がいいのかなと思います。20リッターとか30リッターぐらいの容器がいいと思います。結構出ます。はい、では次に、風量調整を行っていきたいと思います。風量調整の前にファンの回転方向だけ確認しておきたいと思います。こちらの矢印ですね。ファンこうやって回るのが正しい回転方向なので同じかどうか確認していきたいと思います。はい、ちょっとだけで見えます。はい、矢印の方向に回っていることが確認できましたので OK です。はい、では風量調整の方を実際にやっていきたいと思います。まず真ん中にある黒いダイヤルをぐるぐる回していくと数値が変わります。で、40に合わせていきたいと思います。最初はね、ちょっとゆっくりめに回していきたいと思います。で、緑のランボタンを押すと運転が始まります。はい、動き出しました。今こちらが 40Hz の時の差圧になります。こちらのマノメーターは高さの差を読みますので、まあ、100、上が100、下が100で、200mm 出ている、差圧が 200mm ということですね。ダブルスクラバーは 260mm になるように調整する必要があります。今インバーターの数字を動かしていきます。はい、今マノメーターの数字を見ていくと上が130、下も130で 260mm 出てますね。これで風量調整の方が終わりになります。シングルスクラバーは 130mm になるように調整をしてください。スクラバーの正しい動き、こちらになります。ここの水が元気にぐるぐる回っていることを確認してください。
で両方ともこっちもこっちも水がぐる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 元気に回ってることを確認できたら大丈夫です。はい、悪い動きっていうのもありますので、その後を紹介していきたいと思います。はい、最後に泡立ちについて説明したいと思います。粉の性質によってはスクラマーの水が泡立ってしまうこともあります。もし泡が出ちゃったら吸水の水をたくさん入れるか消防液を入れて泡を取り除いてあげてください。これで説明を終わりたいと思います。ご不明点があれば、あくまでお問い合わせをお願いいたします。ありがとうございました。